レディオザビストリップ、今週はドラムのトウヤがお送りします。ついに約1年半ぶりのツアーが始まりました。長かったですね。本当にお待たせしました。僕たちもとてもとても楽しみにしてたツアーなんでね、本当にスタートできて嬉しいです。初日金沢を終えましてこのラジオを収録しています。参加してくれた皆様、楽しんでもらえましたか？僕個人としてはですね、大きなトラブルもなくドラム台もありますな初日で、攻め攻めの瀬取りでとてつもなく楽しめました。ありがとうや。ただね、今日起きたらもうその全身ボロボロでしたね。久々の感覚です。まだ始まったばかりですが、GBC ゼロ全力で楽しんでいきましょう。そしてニューシングルアクトのいろいろな情報が発表されました。イベントもたくさんございますので、オフィシャルホームページをチェックしてもらって参加できる日程のところはぜひぜひご参加ください。お待ちしてます。アクトはとってもかっこよくもあり、爽快感っていうか疾走感というよりも爽快感の方が似合うような楽曲になってます。バンドサウンドの際立った曲なので、2021年のビストリップのスタートにふさわしい楽曲だと思います。そしてカップリングの方もとってもかっこよく仕上がってるので、ぜひそちらも聴いてほしいです。それでは本編に参りましょう。覚えてる方もちらほらいるかいないのか、103回目のラジザの話ですね。前回の3人プラスゲストの回でもちょっと触れたんですが、そうです、トレーニングのお話ですね。ここからちょっと閲覧注意なので、見たくないよって方は画面を隠してもらって音声でお楽しみください。何から話をしてもですね、全部言い訳にしか聞こえないと思うので、とりあえず写真をご覧ください。こちらです。ビフォーアフター。ビフォーがまずひどすぎるんですが、1月にトレーニングを始めて約2ヶ月ぐらいですかね、バキバキとはなりませんでしたが、このだらしないビフォーの体がアフター、このくらいまでにはなりましたと。はい、そして今日の写真がこちら、ナウです。ちょっと顔はぐしゃぐしゃだったんで隠してます。そんなに変わってないというか、若干アフターよりももちっとしてますね。写真は以上です。ここから画面を見ても大丈夫です。極力過度な食事制限を設けずにトレーニング自体は結構やってたんですけど、ちょっとジムに行けない時期なんかもあったり、まあサボってしまった時もあったりでこんな感じなんですが、いつもね極端なことをして結果また戻ってしまうっていうのを繰り返してたので、今回は長期的に見て自分の生活の中にトレーニングを加えて、まあ、最終的に太らない体作りをしようと、そういうわけでございます。ツアーもね始まるとやっぱり美味しい誘惑がたくさんありますし、なので東京に戻ってる期間が挟まれていくので、そこでしっかりトレーニングをしてツアーに出て戻って鍛えてっていうのを繰り返して、一応ホテルにもちょっとしたトレーニング器具を持ち込んでるんですが、119回目の君へ、ツアーがちょうど終わる頃に仕上がる感じじゃないでしょうか。はい、引き続き頑張ります。次こそはもうちょっとねしっかりと鍛えられた体になってたらいいなと思います。それではお便りを読んでいきたいと思います。ラジオネームルミさん、ありがとうや。 GBC 初日お疲れ山です。金沢参戦いたしました。ビストリップ以外を含め人生初のライブとなりましたが、最高の思い出となりました。動向やグロスタイメージなど私の大好きな曲ばかりで嬉しかったです。初ライブながら暴れさせていただきました。整理番号も77番とビストリップにゆかりのある番号だったのがとても嬉しかったです。またライブ参戦したいです。素敵なライブをありがとうございました。はい、まずはお疲れ山。人生初ライブがビストリップだということで嬉しいですね。緊張したと思うんですけど無事に楽しめたということで、今回はねまだ通常の形のライブではなかったんですけど、喜びがとっても伝わるメッセージで、こちらもとっても嬉しいです。ありがとうや。ぜひまた来てね。では次です。ラジオネームあいかさん、ありがとうや。金沢お疲れやんまー。すごい楽しいライブでした。何があってもついていこうと思えるライブでした。質問ですが、今回の GVC のツアーで何が一番楽しみですか？残りのライブも全力でついていきます。ラブチュッチュスペシャル。はい、まずはお疲れやんまー、ラブチュッチュスペシャル。やっぱりねライブは本当に最高ですね。これからねツアー全箇所で最高の空間を作っていきます。ツアーの楽しみといえば各地のうまいもの巡りなんですが、結構その土地にいるっていう感覚というか、旅行ではないんですけど、いつも暮らしてる場所とは全然空気が違うので、そういう部分も感じられるのがとっても楽しいですね。本当に久々のツアーなんで、改めてそういうありがたみを感じていきたいなと思います。あとは移動の車の中でのモンハンです。
モンハンついでにモンハンのお便りに答えたいと思います。ラジオネームコーラス機動隊さんでいいのかな、ありがとうや。ちょっと最初にトウヤさんのお父さんの偽物の夢の話が書いてあるんですけど、そこはちょっと端折らせていただきますね。しっかりと僕は読みましたので先日モンハンが発売しましたね。メンバーの皆さんこの GVC で活躍されると思いますが、皆さんの今回の得意武器をお聞きしたいです。はい、今ねメンバーではライズをやってるのはトモとユウと僕なんですけど、トモは体験、ユウは今太刀に変わったのかな。で僕はハンマーからなんと狩猟笛に変更しました。今回の狩猟笛がめちゃくちゃ強いという噂でね、最初サードからやってるんですけど、サードの時にちょっと笛憧れてたんですけど、ついに笛になることができました。結構もう割と戦えるようになってきました。全然モンハンやったことない、わかんないっていう人もね、今回のモンハンライズは新しい方たちに向けた仕様がたくさんありまして、とっても親切でやりやすいと思います。結構爽快なアクションゲームなんでね、ストレス解消にもなるし、たまにめちゃくちゃストレスになることもあります。スイッチ持ってる人はねぜひプレイしてみてください。今回ちょっと冒頭のカロリーがとっても高かったので最後にフォトトリップを紹介して終わりたいと思います。ラジオネームみほさん、ありがとうや。お疲れやんまー、久しぶりにメール送ります。ただいま GVC 金沢の開演待ちです。1年待ち望んでいた GVC やっと開催できてとても嬉しいです。まだどんなライブになるか分かりませんがドキドキワクワクです。開演前少し早めに金沢に到着したので、プチ観光してきました。ツイッターで桜を見たかったと書いていたので兼六園の桜をトウヤくんかっこチェキに見せてきましたよ。いい笑顔で記念撮影ができましたね、笑い。金沢以外にも参戦予定あるので今後のツアーも楽しみにしてます。はい、まずはお疲れヤンマー、写真がこちら。今回写真の表示する音をドラマーっぽくスネアの音にしてみました。すいません。素晴らしい桜です。これは生で見たかったですね。モンハンやってる場合じゃなかったな。代わりに記念写真を撮ってきてくれてありがとうやです。素晴らしい。これは金箔ソフトですかね。そして超ご立派な海鮮丼、すごいな。美味しそうっすね。金沢海鮮めっちゃうまいですもんね。いや素晴らしい、素敵なフォトトリップでした。他の場所のライブも参戦予定とのことなので、各地のトウヤチェキ記念写真をぜひ撮って僕に送ってください。結構本気で待ってます。はい、それでは今回は以上となります。まだまだ不安な状況が続いている世の中ではございますが、引き続きツアー、そしてリリースイベントもありますので、十分に気をつけながら楽しんでいきましょう。それではまた来週、お疲れヤンマー。